幸せってにくい。どうも、ウエストランド井口です。河本です。はい、今日はですね、はい、まあ、本当に急遽ではありますが、久しぶりにゲストに来ていただいております、この二人です。どうぞ。どうも、ニューヨーク大好きです。ニューヨーク島津です。よろしくお願いします。すごい来たな。嬉しい。このいい時期にね。いや、ほんと本当だよ。いや、びっくりです。その、要はね、一緒になんかやりたいみたいな話してたんですけど、そうそうそう、やっとできるってなって、そのスタッフさんの数、機材の高価さ、緩和されましたわ、ちょっと。まあそれだけなんで、ブチラジというか、まあ厳密には、はい、これブチラジがいい機材で撮ってるというよりは、はい、機材マニアがブチラジをやってるだけで、別にこれ、もっと言うと、これを利用して多分経費で買ったりしようとしてるっていう。あ、なるほど、そういうことができるのか。台本も一応なんとなくちゃんとあって、そうそう、ありがとうございます。すごいっすわ。いや、久しぶりですね。そうだね、久しぶり。だから一応今日は、吉本のね、うん、無限大ホールで、すいません、わざわざコラボ企画だから、ニューヨークも YouTube やってるし、ありがとうございます。このブチラジも YouTube やってるということで、はいはいはい、まあ、お互いのにっていうので、はい、結構前からこっちは探ってたというか、うん、そうそうそう、ちょっと会うために言ってくれてたんです、うん、井口さんが、うん、言ってましたよ、ああ、しようみたいな。いつからやってんだっけ、ニューヨークは YouTube。もう結構2年弱ぐらいですね。そうでしょ、はい、だから、はい、なんとかしようと思ったら、だんだんこう、ニューヨーク呼びづらくなってきてね。そうそう、キングオブコント行っちゃったりして。いや、もうそうっすね、行っちゃったりして、もう、交わることないかなって思ってたら、井口さんから直ライン来たんで、あ、そうだそうだと思って、むしろ今だと思って今最高のタイミングですから。いや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 、結構でも付き合いというかは、ね、長いっすもんね。そうっすよね、昔から知ってるし、まあ言ったらもう本当に仲間じゃん。仲間っすね、マジで。マジで、そう、それをやっぱこうみんなに、これをね、ニューヨークのファンの方々にも知ってもらいたい。ほんと第7世代じゃないっすけど、うん、その俺たち世代っすよね。そうそうそう、ウエストランドさん、俺ら、そうそうそう、ラブレターズさん、ジグザグジギーさん、その辺のね、まあ、サラバさんとか、三四郎さんも言ったら、そうやね、モグライダーとか、そういう人たち、モグライダーさん、いや、言ったら当時、若手の番組とかちょこちょこあって、一緒になってたじゃん。一緒になってましたわ、ネクストブレイクワークでね。ネクストブレイクワークでライブもね、結構 K プロさんとかも、創世記っすよね、K プロの。まあまあ、本当に K プロができて、うん、我々みたいな人が出だしたぐらいの時、俺らとウエストランドさん4人でオープニング MC みたいな、ね、やったりね、やりましたね。まさか、だから僕らからしたらね、あれから8年間ネクストブレイクにしがみ続けたんじゃないかな。ほんまそうっすよ。いや、そう、僕らもそう、ずっとネクストブレイク枠にいますからね。そうなんで、でまあ、ニューヨークはね、キングオブコントも結果残したからね。いや、ありがとうございます。やろうとかね、うん、これを機に抜け出したいっすけど、危なかったよ。まあなあ、優勝するかと思ったら、わかりますか、その気持ち。僕らはもう本当に全力でジャルジャルさん応援してた。まあね、まあ、丸く収まりますよ。そう、そう、僕ら何も変わるなって。なんかしたっけ、俺らも偉いもんで、だからジャルジャルさんで良かった気してるから。まあ、ね、この時期だね、優勝人気ちょうどよく収まったな。この時期長いしな、わかるもんな、そういうの。いや、僕らやっぱもうジャンポケさんかジャルジャルさんどっちかだったね。まあね、ニュースターが怖いそう。そうそうそう、それだけだった。まさにめっちゃわかりますよ、俺らもずっとそうやったんで。だから M1 とか敗退した瞬間に和牛さんめっちゃ応援するし。いや、でもニューヨークは昔から知ってるし、はい、だからこいつはニューヨークのネタがもう大好きですよ。僕だから緊張してるんですよ、今。ユニバース、ニューヨーク、鬼越に憧れてるから僕。そうだね、全員怖いっすよ。全員怖い。初めて聞いたけど、ユニバースとかにも憧れてたの。これ、カース名人ってハラちゃん一番おもろい。ハラちゃん一番おもろい女だと。まあまあまあ。そう、意外っすよね。お笑い好きっていうか、興味あるんすよね、芸人に。なさそうじゃないっすか。確かに。あるから、リスペクトがあるから、こいつみたいに楽屋で気軽に話せない。いや、別に。いいことで、いや、見ることはめっちゃ見てる。え、井口さんって人のネタとか興味あるんですか？もう、数年前から見るのやめたんだよ。逆っぽいっすよ、逆っぽい。いやいや、ライブではね、それ、必要なやつは見るけど、井口さんがこう見えて、実はただ黙々と誰のネタを見ず、ネタ書いてるってことですか？自分の道をね。書いてもないけど、いや、その袖で静かにしておくのがだるいじゃん。なんか、それに気づいて、いや、学園で話したら楽しい。天才なんやろな、意外と。いやいや、違うんだよ。ネタとか一人で書くし、まあ、ネタも完全に一人で書くし、なんか発明するし、ネタも結構。あ、そんなあれじゃないよ。パッケージとか、ちょいちょい発明ちゃんとしてるし。こいつもニューヨークのはもう絶対見るし、絶対見る。
確かに、ポーさんのが天才、僕見てただのお笑い好きなんですよ、ほんとに、ただ、しかもただ見るだけだからね、見るだけ、何のフィードバックもなく、そのとにかくライブ、ナダルみたいな感じですよ、実はナダルもめっちゃ見るんですよ、いやだからそのでもナダルは天才だよ、そうなったらなんか巻き起こしてほしいじゃん、巻き起こしもしないし、天然とかでもない、天然とかでもないちゃんとしてるじゃん、ちゃんとそれもないし、何にもできない天然でもないやつ、えでもヤバいのとかももうないんすか、河野さんあるある、ヤバいけど、もうヤバすぎて、ヤバすぎて治ったっぽいっすよね、なんかあれでしょ、治った、あ、のんべですもんね、とにかくなんか今本当つきものが取れたようなそうそう、今をしてはるなと思って出て行ったやめとで、子供が帰ってきて、あ、そう、帰ってこられたんすか、そう、で、お酒も控えて、もうすごいおとなしいよ、確かに、それ確かに、あの屋敷の言う通り、一時期、やっぱその出てったりした時期はちょっとあれしたけど、戻ってきて、つきもの取れたような感じになって、今じゃ一番おもろない状態、マジでおもろない、パパが一番おもろい、ただのパパ、何にもない、何にもない、答えが怪しい、おもろいことも言わない、うんこしっこだけ、娘を笑う、で、ね、そろそろ皆さんもお気づきの通り、もう声もすごい小さいでしょ、ね、喉が弱っちゃってね、声が出なくなって。ああ、やっぱ減ってますね、いろいろやっぱ減ってますね、これ出てるもんね、やっぱり確かにいや、出るよ、みんな出るよ、芸人なんか、だっててか、なんなんすか、ウエストランドさんって、俺らの何個上なんすか、それもずっとはぐらかすよね、芸歴、はい、いや、3つ上ですよ、一緒、一緒、一緒なわけ、わけない、一緒なんだよ、テレビで見てたんすから、ウエストランドさんだから、もうそれ、これちゃんに、うわ、ほんと今日はそういうのも言いに来たんだよ、カオス名人とかがなんでわかんないけど、その関西名人の一緒に住んでたやつか誰かが昔のオンバトで、うん、あのフラットファイブに所属してる時代の僕らを見てたって言うけど、ウエストランドですか、そうそう、ウエストランド、サンドさんが元いた事務所ね、そんなの本当ないし、あ、え、嘘ってことですか、嘘っていうか何かの間違いで、俺見たことありますか、めちゃくちゃ、え、本当っすか、ウエストランドさんが、え、な、怖いっす、俺100で嘘ついてる、いや、ついてない、100で嘘ないじゃん、本当に、いやいや、ウエストランドさん、オンバト出てましたよ、オンバトプラスは出たよ、プラスね、一緒ぐらいの時ですよ、山添さんとかみたいにごまかしてない大阪時代があったら、頭にいるね、解散もないしね、そう、何で見、何、どういうの分からんす、何で見たか覚えてないですけど、もう俺が多分小学生ぐらいの時に年が変わってくる、年が小学生ぐらいの時にポンキッキー出てたよ、そう、出てないよ、爆笑問題、それ爆笑問題、間違えてる、いや、本当にだって、まあ年はちょっと僕らの上だけど、え、年何歳、僕ら37の年だから、マジで初めて知ったわ37歳なんすで、芸人始めたのは24、5だから、どっちも遅いんだよ、そんな、え、何してたんすか、芸人になるの、大学行って、1年ぐらい河野さんですか、僕は就職して働いてて、で、地元一緒ですよね、うん、1年ですね、もう計算できる、じゃあ2年、じゃあ2年じゃあっていうか2年ぐらいし、いや、もう脂っかい、いつもこれだね、ウエストランドさん、絶対分かるよ、どっちですか、違うんだよ、聞いてくれ、2年、いや、そう、曖昧ないよし、養成所とか行ってないから、僕ら養成所行ってないところで曖昧に、じゃあこれだから、タイタンに入ったのは2010年8月だから、あ、じゃあ俺らが2010年4月にデビューしてる、一緒だよ、どうする、何をスタートするからね、その前なんで、その前どこにいたんですか、タイタン、いや、フリーなんて遊びみたいなもんでしょ、あー、だから一緒じゃないですか、さっきそれややこしいじゃないですか、めちゃめちゃ2年は、で僕もだから就職してたから、うん、就職し、傍らでやってたからね、あー、じゃあ遊びでお笑いライブ出てる雰囲気があったってことですか、そう、そう、いや、ほんとほんと、ただラブレターさんにはこう、同期ですか、同期、あ、だからラブレターズ、だからニューヨークとも半年ぐらいしか違わないんじゃない、違う、多分違ったとしても、だから僕はもういつもこのブチラジでも言ってんだよ、その話を、うん、その志麻さんに対する恨み、いや、だからあれでしょ、まあ、だからほんと聞いて、ちょっとじゃあ屋敷に判断してもらいたい、俺も聞いた、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 聞いた
だって仲間って毎回言ってきますよね。オープニング思い出してる仲間っていう話になったじゃん。仲間っす。俺は本当ウエストランドだいぶ仲間ですよ。仲間っす。世代的になってきて、で家も近いしみたいな感じで、まあ飲もうよみたいになって、当時そのいわゆる僕らの世代誰もこう世に出てない時ね。はい、僕らの上ってエンタとかレッドカーペットブームで、はい、結構みんな出てたりしてた、はい、皆さんね、はい、束で出てましたよね。そうで僕らより下は一旦第7世代とかなってて、そうです、本当にマジの氷河期みたいな時で、いや本当そうですよね。ネタ番組も何にもない時期で、うん、みんな何にもなかったじゃん。レッドカーペットとかアラビキタが終わったんですよ、ね、終わってね、うん、ぐらいに始めたぐらいだから、まあ、そう本当に何にもなくて、それこそねニューヨークとかも言ってるけど、うん、まあ、ライブ出てみんなで飲み行ってみたいな日々じゃん、うんうんうん、そうですね。その中で嶋佐が飲みましょうよみたいな言ってるから、ああ飲もうよ飲もうよみたいな、はい、で、阿佐ヶ谷と近いから、そうそうそう、普通に2人で差しで飲んだんで、はいはい、で来て、あ飲もうよみたいな、どこでもいいって、あどこでもいいっすってなって居酒屋行って、はい、じゃあなんか注文しないよって言ったら、いいっすか、ありがとうございますあれって思って様子がおかしいぞなんかその料理も適当に頼みないよって言ったら、いいっすか、ありがとうございます、汚るやつじゃんこれと思って。いやいやいや、そりゃそうでしょ仲間なのに。いや、仲間分からんすね、怒らんのすか。いやいや、まあ今となって明らかに後輩とかだったらあれだけど、いや、明らかに後輩でしたもん、怒らんすから。だってそれこそ小宮さんとかと飲んでる時期全然普通に割り勘とかって、そんな時、うん、あ、まあ、それ吉本ルールというか、そういうもの分かんなかったんですよ、逆に。小宮さんと井口さん飲んだら割り勘やったんですか。とかちょっと出してたよ、なんだろうそのあ、じゃあ友達みたいな。そうそう、みんなそうなんだよ。あー、それは全然カルチャーショックっすね、うん、でもそれでもううわと思って、うん、そこでまだね、うん、もうそれも嫌だったけど、なんかもうすでにこいつ酔ってきてたんだよ何杯かで、ね、屋敷上がると思ったら、なんかその決まった的場工事ボードみたいな感じになって熱い感じになって、はい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 、なんで飲んできてたんだろう、顔真っ黒になって、俺たち帰ってきましょうよみたいな。ああ、仲間やね、仲間ですから。で、こいつそんなこと言われなきゃいけないんだろうと思ったら、やっぱこれは後輩という自覚があるのか。お金も出してもらってますし。なんか、そこにいた店員さんに、あの子可愛いっすね、って声かけましょうか、みたいな。いや、すごいやん。いけいけやん。でもそういうのやってくれるんだと思って、僕も。チビ二人が。俺いいじゃんと思って、なんかでもそこはね、まあ、せめてでかい方がいいと思うよ、そら。なんか飲み行ったりとか、なんかできんのかなと思って。なかなかないですけどね、そんなこと。俺もそんな後にも先もなかなかない。なんかそのしょっちゅう行ってるやつみたいな顔してました。全然よ、もう俺行きますよみたいな感じで、あ、やっぱ慣れてんだと思って、それこそカルチャーショックじゃないよね。吉本さんすごいなと思ったら、その嶋佐がその店員さんにちょっと、店員さんいいっすかみたいな。で、ここに僕いたら、この人のこと知ってますかって言って、店員さんが、いや知りませんみたいな、そうっすか、ダメでした。ただの話、いや、ひどいね、なしてな、事実なら、事実ならひどい、事実そうでしたっけ。いや、それぐらいしかできん気はします、俺も。だからそうし、わけわかんないよ。気の利いたナンパは多分できないとは思いますけど。いや、そこもなんかいろいろ分かってなかったらしょうがないじゃないですか、向かい、もう勝手がね、いろいろナンパとかもなれてね。あと、その時の多分、井口さんが大きかったんですよ、もうやっぱ笑っていいとことかもあったし。まあまあまあ、やっぱこう、グッと言ってる感じが。うん、ただ知られてないのが分かっただけで、その何よりもな懐かしいっすね、懐かしいっすね。いや、あとはだからもう一つは屋敷に対するやつね、はいはいはい、でこれでも本当にニューヨークが今こういっぱいテレビとか出てるのって、はい、もう僕は本当に思うのはもう昔から面白いじゃん、ニューヨークってずっと。マジっすか。いや、ずっとそんなに言うてくれたらあんまないっすよ、井口さん。いや、言ってる、井口は言わないね。言わないっすよね、 あんまり人のこと褒めない、うん、でも唯一本当思ったらずっと面白いって。でもなんかその、いや、すごいじゃないですか、これすごい、唯一唯一なんだ、唯一まあ、唯一っていうと逆に嘘くさくなっちゃうけどめっちゃいましたよ、あの時おもろいでもニューヨーク面白いと思ったけど、なんか本当に芸人ってこうバチッと年齢とか見た目が合う時があるじゃん、はいはい、それこそトム・ブラウンなんてあんなのずっとやってたけど、確かに急に合うみたいな。ああ、確かに。だからニューヨークも今この芸歴とか年を重ねて、ちょうどこう今説得力が出てきて、だってちょっと昔はやっぱその生意気とか、はい、あと怖かったじゃん。怖かった、怖かった、見えたね。やっぱ僕が言いたいのは、ほんとそれ。言われました、ね、全然。なんかそれもごちゃごちゃ言ってたな、俺が怖かったっていうか。そのライブの。俺も何回も聞いたの。何聞いたの、何聞いてんね、これもう。いやいや、病気なの、病気。何回も言うてるんですよ、言われてください。ニューヨークまで聞かせたいから、どうぞ、どうぞ。まあまあまあ。そのね、ライブがあったんですよ。それこそニューヨークとかと一緒にね。はい。で、企画のコーナーみたいなのがあって、そのリハーサルですよ。
場当たりみたいになってる時に、なんかね、今年 M1 行くやつみたいな決めるみたいな、まあ、いわゆるネクストブレイク的なやつらが集まって、まあ、やってたんだよね、それワイワイやるみたいな、ワイワイやるみたいなやつあって、まあ、で、ね、オープニング思い出してほしいけど仲間じゃん、みんなそうですね、みんな仲間だから、俺もなんかやる、楽しくやってたんだよ、そのリハーサルだけど、知っとる、ヨシキがうるさいねん急にキレて でもいやそれは僕も聞きました、そう聞いたと思う、うん、でもさすがに嘘だろと思ってギャグかなと思って、いやブチ切れてるじゃんみたいなのしたんだよ、お前がバータリーの時にうるさくしてたんですよね、誰か小宮さんと誰かとふざけてね、そしたら屋敷うるさいねんってなったから、うん、やばいと思って、いやめちゃくちゃキレてるみたいな言ったら、なんかボケかなと思ってその後屋敷がうるさいね。めちゃくちゃやばいボケです。いいですか。まずね。見たよ。俺はうるさいねって切れてないし。切れてたよ。その下打ちでうるさいねなんて言ってないし。言ったよ。もっとこれやばいのが、そのコーナーに井口さん本当は出る人じゃなかった。で、その出る人らでやっとんのにわちゃわちゃわちゃってやって。そう、みんなに無視されてる感じだった、井口さんがなんでいるんですか、井口さんとか誰も言わんし、だから、いや、井口さんうるさいっすよ、出へんのにって言って、井口さんがここにおってもええ空気を俺作ろうとしたんですよ。あ、そうなん、そのミニコントにしたら、あまりにも意味わからなかったから、井口さんが出番でもないのになんかずっとはしゃいでるから井口さんうるさいっすよ、出番じゃないのにって言って、したらなんか、え、なんでマジ切れちゃうの、よしきマジじゃん、これ俺に今、じゃれてきてるわと思って、いやいやって言っていなしたかもしれないですけど、うん、っていう話です。他事務所のライブの楽屋で言いまくってた、言いまくってた、俺それでいろんな人に言われましたもん。だからそっか、やばいっすよ、やばいっす、なんか俺エレキコミックさんがなんかに言われたなんか井口くんって喧嘩したらしいよ。いや結構時間もありましたから、いやそういうのやめてください、いろんな人に。だって怖かったんだ、本当に。いや怖くねえっすよ、それ絶対怖くなかった、そんな。いや本当に怖かった、こうやって言ううちに怖なってってんすよ、井口くん。違う、今でこそ言えるけど、あの時マジ、こいつマジかと思って。いや、すごい吉本に、屋敷ってどういうやつなのみたいな聞いたもん。いやもうほんまそれでやめた方がいいっすよ、ミス、いろんな人に悪口ばっかり言ってるじゃないですか。めちゃくちゃ文句言ってますよね、ちゃんと。本当に何を楽屋とかでも常に本当に。いやでもそう言うじゃん、確かにタッチ悪いっすよ、井口さん。確かに言ってるけど、実はこれが抑止力になってたんだよ。この自粛で判明したんだから。どういうことですか。そのライブの楽屋で僕がいろいろ言うじゃん、はい、そしたらみんな怖いとかが、うん、井口さんもうそんな言わないでくださいよみたいな、うん、言うくせに、あいつら実はそれで消化してて、うん、自粛期間になってしまったら、そこら辺で悪口言いまくってるらしいから、みんな。いや、どういうことですか。何が抑止力。いやだから、僕が言うことでみんなすっきりしてたのよ、代弁してたの。そう自分が言わんでいいようになってたの。そうだよ。なんすか今の話。だってすごいことになってる。いやもう、まあ、そう嘘も言うし嘘も言うし、わけわかんねえことですよ。普通の僕めっちゃ嘘だやんだとかあったと思いますよ。本当にやばいおじさんなのじゃない。嘘じゃないから。おじさんじゃないんですよ、やばい。あと、まだ実はまだこれはあんま言ってないけど、今そのもまだあるからね。まだないでしょ、さっきのまだある。極端に言ってるしね。いや、なんかそのどうなのみたいな、数年前にやった時に、結構いけないんじゃないのみたいな話、やっぱね、一回そのナンパしますよみたいなの見てるし、って聞いたら、いや全然俺マジモテないっすよみたいな、なんかなって、はい、いやそうなの、そんなの人気とかあるんじゃないのって言って、マジでその背が低いなんかでも無理っすよってなんか言い出した。俺の身長じゃマジ無理っすよみたいな、僕に言ってきてんの。その何センチ、その嶋佐は。嶋佐は168っす。でも157の僕にマジ俺の身長だったら女子とかマジで見向きもしないっすからね。女の人って男の身長でマジで決めますから、全然俺なんか無理なんですよね。自虐風流で僕はめちゃくちゃ見るっすよ。おもろいコントみたいに。仮にその男で、じゃあ巨乳好きな男がいたとして、とにかく胸が大きい女性が好きな人がいたとして、うんうん、そういう人がこの男の身長に例えると、うん、俺なんてマジでそのもう本当に A カップとかだから、うんうん、見向きもされないんですよ。あずっと自虐に言ってるけど僕も何も言えずに、で最後に、その「だったらさ僕はどうなんの？」みたいな。いやいや、井口さんなんて胸えぐれてますよ。なんだそれ。
すごいの失礼だな、なんかずっとたぶん大丈夫それはそうですね。あ、それはそうだ、マジで まんまそうでした。そう思い出しました。あのルミネの名前で、はい、えぐれてますもん、ね、ルミネ酔っ払ってとかじゃなくて、ルミネ、ルミネ、あーマジで下手すりゃ M1 の予選とかじゃない、それはそれは失礼ですわ。でも変わらんすね、2人とも、なんかスタンスが、ずっと悪口言ってるじゃないですか。悪口、その悪口の質も変わってないじゃないですか。だからでもいろいろと、せっかくこの吉本さんやっぱもう大帝国だから、吉本はそう、いろいろと言いたいことはあるんで、こっちも。え、どういうこと、まだまだ吉本、もうない、吉本の方がたくさん見てくださってるファンの方とか、あ、やっぱすごい吉本って素晴らしいんだよっていうのをお伝えしていかないと。あと、そう、なんか結構やっぱ吉本って自虐が上手だから、うん、でもタイタンの方がほんまはええんじゃないですか。いやいや、まあそれはそうだけど、でも言いたいのはそのお金面とか、うん、確かに吉本としてはすごい大変だよ、出番とかあって、うん、でも仕事があるじゃん、多いですね。この間のキングオブコントも、滝音、はいはいはい、がそのテレビまだ2回目ですとか3回目ですみたいな、あ、そうですって言ってましたね。先月のギャラなんと1万8000円みたいな、特に他事務所はそうだけどみんなみたいな、あみんなそういうのあるじゃん。はい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 、なるほど。なんかだからあの頑張ってるし大変なのはすごいわかるけど、うん、お金ないよりやめてほしいんだよな吉本の人全員みんなやるのよね。あ確かに本当に劇場で全然やっぱある程度もう食えてる人いっぱいいますよね。まあでもお金ないんじゃないですか、そのバイトもできひんっていう、忙しすぎて、うん、だ月10万ぐらい吉本でもらってる芸人が一番しんどいんじゃないですかね。ああそう、はい、ああそう、バイトもできず、そうですね、それはありますよ。え、ウエストランドさんとかってもう最高の時どれぐらい持ったんですか。全然で、そのギリギリ食えるぐらいですよ。逆にわかんないですよ。裕福時代ないってことですか。裕福やった時ないない、ない、ない、そんなんないよ。ない、そんなんない、全然ない。いや多分ね、その吉本以外はもう1 0か100かなんて、そのなんていうの、順当にこう食えていく道がないから、だから20万30万ぐらいで何ヶ月か続くってことはない、ない、なるほどなるほど、もう2、3万か100万だみたいな、なるほど、一気にな、うん、あ、じゃあよっぽどハングリーっすね、うん、そう、他の人の方がバイトもできないしね、そう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 、それで、じゃあ三四郎さんとかトム・ブラウンさんはもうバチンって、いやマジでそう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 、だから奢ってたの本当になんなら、あ、それぐらいなら今はね、もうこうなってる。え、じゃあヤーレンズさんとかどんな感じなんですか。だから大変なんじゃない、そういう人はみんな。ヤーレンズさんはだからね、商魂がたくましいからなんかいろいろ工夫して商魂って言うな、そんなそれやってるけどね、いろんなことして。え、モグライダーさんとかめっちゃ忙しいじゃん。信じられないぐらいバイトで、めちゃくちゃバイトしてるよ。え、でもめちゃくちゃライブも出てたじゃないですか、だからコロナとかなる前は最近のともしげさんがヤバいんだから、なんでかわかんないけど、M1 の1回戦とかを夜勤とかで挟んでて、そのマジで意味わかんないんだけど、2、3つの家に、なんか夜勤、M1、夜勤、ライブ、夜勤みたいになってて、あ、そんな働いてる、その目がすごいことになってて怖いんだよ、まあ、わかる、ともしげさんの目の怖い時わかるじゃん。はい、わかる、わかります、わかります、わかります、あのモンタージュ写真みたいな顔してるあれになって、なんか3日ぐらい寝てない感じでライブ終わりに飲み行こうよみたいなって、飲みにも行くんだ、そうそう、そう、マジでわかんないじゃん。いや、帰った方がいいじゃんって言って、いや、もう寝たくないんだよとかなってやっとる、いや、マジで怖いで、いやいやって言って、もう行こうよみたいなところ行ったら、もうずっとそんなんで、はお通しで出てきたサザエみたいな巻き貝、あのトゥルンと出すやつ、はい、貝バキバキ割って食べ出して、もう帰りましょうって、帰ったもん無理やり、怖すぎて。じゃあ例えば、まあ、ケイプロで言うたらマジで怖いそうそうっすよ、めちゃくちゃ怖いケイプロのもう最高級の人らがおるじゃないですか、俺らの時のあの磁石さんとか、うんうんうん、三拍子さんとかのちょっと下の俺らとウエストランドさんぐらいのあったじゃないですか、うんうん、あの辺の芸人で言うたらもう吉本がダントツでお金持ってんすか。いや、そうですよ、あそこの並びで言うと、うん、そうそうそう、おもろさとか賞レースの惜しさみんな同じぐらいじゃないですか、うんうん、吉本が一番持ってる。 M1 の準決勝とか行くと、はい、いつも他事務所だけだもん、あのバイトしてるの、それクラスは大体食えてるでしょ。確かに準決クラスは、あそれこそね、クラゲとかはあれですけど、うん、その一発ポンというね、方はあるかもしれないけど、でも、末広がりさんとかバイトしてるって言ってましたよ。準決勝の時、確か、なんか、キングオブコントは不利とか言うんよね、吉本の人。なんでですか、評価されないでしょ、あんまり。
なんでキングオブコントとか無視しよう、無視しよう噂で聞いたよ。めちゃめちゃ吉本でしょ、今年とか。M1 いやいや、多分こいつのちょっと、ね、言葉が足りないから補足すると、要は漫才の方が劇場出番とかが多くなるんじゃないかっていう。ああ、全然わからんかった。僕だけわかるのやっぱ長いから。こうやって甘やかされてどんどん呼ばれてる。今なんかなんだちょっと不穏な感じになってる。よくないよ、おやつよ、それ。子供の方全部自分がやるから。いやいや。今のなんか不穏にしかなんないで、あれだけ聞いてる。なんか、今年は、ね、吉本がいっぱい来ましたから。でもやっぱり、そうだと思います。漫才の会社なんで。吉本は言うてもやっぱ漫才師なんですよ。サッカー、ブラジルで言うサッカーみたいな、ブラジルでバスケやってもそんなみたいなまあまあ、ね、とこはあると思います。まあコントはこれからみたいなのもあるかもしれない。そうですね、まあシソムさんとかはねバリバリやってますから、まあ、うん、人もいるし希望にはなってますけど、しかもやっぱ本当にこう大きいしいっぱい人もいるから、吉本内だけでこうなんていうの、だから劇場レベルの話題も知ってる人がいっぱいいるわけじゃん。身内ネタがでかいとか、まあそういうのまあまあまあ、まあ、誰もシティホテル3号室の押田が変な恋愛ツイートしてるぞ、なんか誰も知らないぞ、なんかそうっすね。その羨ましさとかもあるよ。あ、確かに、その例えばタイタンだけで撮ったらやっぱ所属芸人がもう、うんうん、もういないから、ね、いないですもんね。そうそうそう、でもフットワーク軽いじゃないですか、タイタンとかの、ね、多分、まあね、もう吉本は何かやりたいってなった時にもう一回確認します確認しますって、もうそれあります、ね、何ヶ月も俺らオンラインサロン待たされてるんですか。いや確かにライブとかも呼べないもんね全然。なかなかね、なかなか。これ大丈夫なの、急にできたけど。これすごい、ね、これは大丈夫です。何このスケジュール。確かにこれ申請とかしてんすか、ウエストランドさん。ああ忘れた。絶対そうでしょ。こんなだって、僕もライブ自分で主催して吉本の人呼ぼうって言ったらすごい。あ、でも YouTube のコラボに関してはもうめちゃくちゃ勝手にやってます。あ、そうだ、みんなもう、はい、それはいいんだね。だってお金発生してないじゃないですか。ああ、そうか、そうか、そういうのはいいみたいな、はいはいはい、勝手にやってますね。ちょっと羨ましいとこもあるからね、なんか吉本、ね、まあね、ないものねだりっすね。ないものねだりっすね、まあ、でもだからせっかくマジで今日はこうやって来たから、はい、ニューヨークの今これチャンネル登録者数が、はい、何人、今12、そうですね、12万人でしょ。すげえ。だから全員ちょっと僕らのも登録してもらって。え、ウエストランドさん何人ぐらいですか。いや、8000とか9000とか、8000とか少ない。あ、でもあれ、あの、ぶち出しってそんなのあったか、まあ、10年ぐらいしかやってないから。いや、そうっすね。ぶち出しってさ、パイオニア。そう、そうなんだよ。ほんで最古の配信なんだよ、その YouTuber より早い。 YouTube より前に、まず Ustream からやってるから、こっちは。ニコ生を経て、YouTube。うわぁ、すげぇ、ぶち出しすげぇな。だから、ニューヨークとなんでコラボしたかったかっていうと、はい、今1万人も行ってないのがめちゃくちゃ恥ずいんだよ。いや、1万は行かんとダメにもいいよ。今日中に1万は行こう。ああ、だって12万人いるわけでしょ。はいはいはい。その人たちが登録してくれたら、しかも別に俺らのこと好きな人なんて多分絶対好きっすから、ウエストランド。いや、でも確かにすごいニューヨークさんとやってくださいっていうのいっぱい来たんで。ああ、ええー、本当ですか。なんとか、いや1万は行きましょう。1万行きましょう。さすがにね。さすがに、さすがに、さすがにでしょ。誰よりも先にやってたのに。いや、10年でいい、8000はさすがに。いいよ、もう言ってくれても。あれなんで、あれとか隠さなくてもいいよ。さすがにだな。あと、その吉本以外の芸人さんがそんな金ないんやっていうので俺は。そう、これはでもね、いつもいろんな人に僕は言ってる。吉本以外の人も分かんないんだよ、それって。こういうもんだと思っちゃってるから、はい、だから、いろんなとこで言ってて、一回、からしれんこん、からしれんこん寄せみたいなルームでのライブに、なんでか分からなく呼んでくれて、勝手に打ち上げ行って、2時間その話だけして。からしれんこんなんてね、やっぱ、持ってますからね。最後はからしれんこんが小声で、ほんまに貸しましょうかって、その言うぐらいまで悲惨な話だけど。ただ、夢はでかいですからね、絶対に。そうですね。まあまあね、当たればね。これはまあ、どっちを取るかだけどね。ほんとそうですね。いや、それを分かっといてほしいよっていうこと。よくテレビであるのが、吉本の方が出て、最初のライブギャラ500円でしたよ、みたいなのあるじゃん。3000払ってるからね、こっちは。しばらく3000払って出てるから、ね。それはだから、まあ、どっちを取るかだし、それはね、吉本選んだ人がいいけど、そこで勝分かっといてよとは思うよね。確かに、知らんのはダメですね。そうでしょ。うん、衝撃でした。マリー・アントワネットみたいになってたんや、俺。知らんまでいった。そこまで歪んでた。感覚としては。やば。あとその…ファンが泣いたらお菓子食べるのおいしいですかって。あ
その先輩後輩問題というか、まあ、これももうあるけどすごいじゃん、その、あの、あい、これもやめてくれない、あの、挨拶するときに、はい、NC 30何期の何々です、ああ、知らないから、何期か、他の事務所の人にも言うてんすか、言ってくる人いるよ、その何期か、それが何か知らないし、あ、なるほど、津山商業高校の98期ですけど、みたいなこっちは、いや、そういうことじゃん、お前のところの何期か知らない、山田芸歴8年目の何とかですとか言ったらいいってことでしょ、まあね、あ、じゃあ俺らが東京何期とか分かんない知らないよ、そんな、あ、そっか、14、それはやっぱマリアンジョネット状態で本当に知らないから、あー、し、あとその、良くないどこでもって思っちゃう、いやいやいや、それはウエストランドさんがそうすぎますって、だってウエストランドさん何年目のウエストランドスって一回見たことないし、そうそう自由だもん、そうそうね、それはやばいっす、それはもう無理っす、文化が違いすぎます、友達じゃん、いや、吉本はもうまず何よりも最初に君は何年目なのかっていうのを知りたいっす、すごいのが、もう本当に例え話のような話だけど、はい、あの、なんかで吉本の方と一緒になった時にウエストランドさん大好きなんですよ、前から見てました、めちゃくちゃ好きですみたいな、ああそうなんですか、ありがとうございますみたいな、何年目ですなんですかみたいな、で、まあ例えばじゃあ、例えばじゃないんだよ、言えや、何年目当時気持ち悪いな、当時なんで言われんの、まあいや、言ってその時は、ああ10年目ぐらいですみたいな、なんだでも言ったら、え、あ、怖いな、あ、怖いなんや、自分みたいな、で、さっき本当にほんの3秒前まで大好きなんですって言った人が、そんな変えれるの、確かに、まあでもそういうもんすからね、まあね、だって大人だよ大人って本当に打ち解けるまで敬語でいいんじゃないの、いや俺もこの間あのキツネと喋ってて、でキツネこうあれやん、敬語使ってくれるやんか、いや今日なんとかすんねとか、いやなんなんそのズラとかって俺言うとって、で、あ、そういやこの間黒帯とライブやってましたよねってキツネが言ってきて、そうそう黒帯と同期で、あ、そうなんすか、黒帯とやってて、黒帯僕らの松竹社の後輩で、とかつって、うん、あれ黒帯の先輩も、オントハンニアさんのね、多分黒帯の先輩なんすかとかそうですよ、キツネさん怖いよ、キツネはなんなんすか、めっちゃ大阪時代、でも、ね、そんなのいくらでもあるのに、吉本の人って相手が敬語できたら絶対なんかもう後輩と思っていくじゃん、いやいや、そうっすかね、いやいや、あって、なんかそれも前あったんで、そのルミネでの K プロと吉本コラボライブみたいな時に、あの、嶋佐が、あの屋敷が前最下位取ってたやつあったじゃん、はいはい、言うの全然受けられて最下位だった、俺最下位2回ぐらい取ったの、どっちか分からん、多分魂ずっとやって最下位だった、意外とそういうの全然できねえんだったんです、全然できない、そうなんか即興でね、漫才やるっていう、はい、本当にその場で、はい、くじ引いてね、くじ引いてやるっていう、あれ苦手やわ、あれ嫌だわ、まあ、確かにまあ大変なんだけど、はい、吉本の人と K プロの人がやるみたいなので、うん、まあ結構磁石さんとか浜川さんとか大体出られてたけど、うん、一回割と若手たちになって、うん、まあ K プロだったら僕らとかがまあ上ぐらいの感じの時があったんで、うんうん、でまあ K プロの若手なんだけど、でも実は芸歴重ねてる人とか結構いるし、いますね、吉本の人ってほとんど話したことないみたいな人たちばっかりだったから、うんうん、一応ルミネに行って、うん、またまずお願いしますみたいな感じです、多分俺の方が先輩やろうけどみたいな、でもそんなの思わないで、ほんと別にこっちはね、うん、で普通に行ってたらなんかおーみたいにどんどんみんな、なその9とかうちに今いるけど、うん、あ、9、あの長いね、清水さんとかめちゃくちゃ、うん、本当はね、え、どっち、ピロ君じゃないって先輩でしょ、めちゃくちゃ全然先輩、え、ピロ君は後輩、ピロ君は後輩、え、ピロ君、多分ピロさんじゃないの、いや、ピロ君は分かんないけど、僕ですらピロさんとは呼んでる、一応なんか怪しいです雰囲気で、いや、ピロ君は、でも清水さんはもうだいぶ先輩、へぇ、だからそういうのあって、悩みあって、うん、なんかもう分かんないし、いいけどこのバッてなった瞬間に完全にこっちの方があの K プロの方が先輩でも自分ボケつこ、どっち、あ、つこなるわみたいな誰が言うんだっけ、あれ、ダンビラムーチョ、ダマだ、ダンビラムーチョのあの背の低い、なんですか、大原くんが、大原が、え、井口さんに言ったの、僕じゃないけど、その多分面識ないし、面識ないし、そうか、それは面識ないし敬語だから多分後輩なんだろうなっていう、なるほどなるほど、でとこで、あのマジカルラブリーの村上さんが、うん、あの人もやらしいから、うん、本当にあいつらより後輩なのかみたいな感じ、いや、そうっすね、そのきっかけはめっちゃありますね、そうそう、いや、だから結構僕らはみんな敬語でいくよっていうのは別に良くないっていう感覚はマジでないですね、それだけはちょっとはっきりさせてくれっていう、そう、すごいね、喋りづらいんですよ、それが分からんと、だから性格だと思うんですよ、それ俺はやっぱ敬語でいきますもん、やっぱはっきりするまで、
うん、まあ意外とそうか、はい、初対面はっきりするまでそうっすね、うん、まあまあニューヨークは割とまあタメ口はなかなかいけない、たまにそういう人いるから、まあまあいるでしょうね、面倒くさいから逆にもう敬語で来たらタメ口で行くって決めてるのかもしれないですね、うん、大原とも、うんうん、だからまあそういう結構違うよね文化が、そう思うと違いますね、うん、まあね、じゃあちょっと今日はみんな本当登録してもらって、今日これが木曜日、何年目か言ってください、いやそれ最後今やってるからバシッと、そのもう毎回テロップ出してください、ウエストランド何年目、絶対に言われるよ先輩なんか、何年目だったら何なの、その何が言ってたの、いや絶対絶対に2、3年先輩なんだよ、違う違う、マジで俺ラブレターズさんに絶対先輩、それ言うと、それ言うとラブレターズさんも俺嘘ついてる、いやあいつらは役者と作家みたいなですよね、4年がっつりやってるから、あーってこんなっつったけど4年がっつり穏やかすぎるもう気持ち悪い人はそこはっきりして、だから1個上、ニューヨークの1個上、うん、まあ厳密に半年だけどな、うん、2はない、絶対1は、僕がインディアンスには敬語で言ってるよ、うん、えだからもうわけわかんないでしょ、わけわかんないですね、うん、暴れる君とじゃ一緒ってことでよろしいですか、暴れる君さんも多分半年先輩、はい、暴れる君もでも僕はタメ口で喋るし、あっちゃ敬語使ってくれるけどね、いやいや、こっち暴れる君タメ口なんだ、暴れる君って暴れる君だもん、あんなのやっぱ一番タメ口でいきたいだろう、ああいう感じの人はね、いや、わけわかんない、腰低いっすもんね、そう、腰低いしね、いいよ、仲間じゃん、もういや、仲間っすよ、ね、うん、なんで、ニューヨークファンの皆様、ぜひね、ウエストランドのうちで、ちょっとさすがに1万人いってないとはずいんで、そうですね、はい、今日の段階で1万人いくように、そうですね、はい、この後ね、ニューヨークの方のにも出させていただきますんで、ありがとうございます、はい、ちなみになんか告知とかありますか、はい、そうですね、11月12、13に、ニューラジオっていうラジオやってるんですけど、うんうんうん、それのイベントがございまして、それのオンラインチケットを買えるんで、よかったらぜひ、じゃあ、なるほどね、来てください、お願いします、はい、ということで、ブチラジ今日はね、特別編ということで、はい、コラボ会でございました、ありがとうございます、ということでゲストにニューヨークの2人来てもらいました、ありがとうございました、ありがとうございました、また来週お会いしましょう、さよなら、ありがとうございました、人の幸せって憎いじゃないですか、人の幸せって憎いじゃないですか、人の幸せって憎いじゃないですか、妬み、ひがみ、人の幸せって憎いじゃないですか、人の幸せって憎いじゃないですか、人の幸せって憎いじゃないですか、妬み、ひがみ、人の幸せって憎いじゃないですか、妬み、ひがみ。